はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、うつきチャンネルのうつきです。今回はですね、ワンピース、劇場版フィルムレッドの、入場者特典第2弾ということで、今結構流行っているんですよね。あの市販のワンピースのカードゲームの方はあんまり市場に今お店で売ってるの見ない、ほとんど売り切れっていう状態になってる、このワンピースカードゲームの、劇場版の方で、チュートリアルデッキということでね、こちら入手したんで開けていきたいなと思います。あ、ちょっと起こしてもらってもいい？全15種って書いてあるんですよ。ただね、1パック40枚入りってことで、まあ、ちょっとね、わからないんですよね、どういう意味なのか。全15種で40パックっていうと1パックでダブってんじゃねっていう可能性もあるんで、まあ、ちょっとね、開けて中見ていきたいなと思います。はい、ということでね、開けてきます。開けちゃってね。うん、いいよ。カードを切らない、そこを切らない。どんな感じかね。入ってる。あー、かっこいいし、かわいい。うたちゃん、いきなり1枚目からうたちゃんなんだね。これどうしたらいいの？取れる？スライド？なんかいいね、そのカードの感じ。こういう感じで。うん、はいはい、1枚目はうたちゃんね。はい、うん、いいね。あー、いたね。これあれ山田くんとか声優やってたやつ。あれ、しかもダブってる。あ、やっぱダブリあるんだね。で、ゴードン。はい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 。ゴードン。ゴードン。あ、ちょっと待って、2枚ずつ。あ、コビー、かわいい。かわいい。やば。あ、2枚ずつ。あ、サニーくん。いいね。2枚ずつなのかな。チャンクスだね。ロー、なんで突然フィギュア風？うん。じゃなくバルトロメオ。結構あれじゃん。あ、そうだね。ソニックもフィギュアだね。あ、バンプレストだ。そうだね。これから出るフィギュアの、あれかも、プライズ品のやつ。ベポね。これあれね、あの声優さん、あの、なんだっけ。なんだっけ、あの、歌の声優さん。あ、なずかさん。なずかさんがね、ベポいいですよね。かわいい。ね。4枚。あ、ルフィ3枚。そうなの？シャンクスのバランスが。ヤソップ。いいね。チョッパーガードポイント。なんで漫画？突然漫画の絵。あ、劇場版のあれとは限らないんだね。中はね。ね。喜び、かわいい。サニーくん出るんじゃね？デフォルメされててかわいい。サニーくん出る。映る？映る？ちょっとそうだね。これじゃん、カードが何？ちょっと一回見せてもらっていい？今の。これ？何？何のシーン？ジェットピストル。あ、パシフィスタ倒したところの絵だね。漫画の描写だね。ドン、ドン、はい。ドン、ドン、何枚ですか？ドン、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 ドン。これ多分ね、カードゲームで使うときのなんかこう、ドンカード。多分補強するやつでしょ、自分の。ドンカード。あ、なんか攻撃力上げていくとか、多分そういうね、うん、アイテム。あとなんか、CM ですかこれは。ああ、そうだね、アイテム紹介の、まあ、広告的な感じだね。何そのフィギュア、かっこいい。これから出るのかな。何それ、すごい。ちょっと待って、そのルフィのフィギュア何それ。ああ、魂ネーションかな。ああ、それ市販のフィギュアだね。稼働かな、稼働フィギュアなのかな、うん、ポージングわかんないね。普通にポーズ決まってんの、稼働しそうな感じもするけど、稼働フィギュアって書いてある。あ、やっぱりいいね、かっこいい。合成衣装と稼働フィギュア。あ、高そうだね、1万円ぐらいしそう。なんかこういうの、あと5枚ぐらいはバウンティアッシュ、うん、あだね。ヤマト、どれどれどれ、ヤマト。あ、POP 出るんだ。ヤマトいいね、かっこいいよね。うのです。ってことで今回当たったのカードゲームとして使えるカードは15枚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 になるのかな。あれ、ちょっとパックもう一回見せてもらっていい？あれ、全15種。なんだけど、そう、ごめん、全15種の意味がちょっとわからなくなってきたよ。こ
これあれなんじゃないの、これとこれは違うんじゃない、うん、これは人だけど、あのワンピース、もしかも俺ヘルメッポが当たったとこ見てなかったかも。ヘルメッポよく見たら当たってんだね。コピーのあれと同じだ、ちょっとデフォルメされた感じ、ね、そう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 、なんかあれなんじゃない、レッドに関連するのが15種なのかな。あーなるほどね、うん、そっかそっか、今回出てきたキャラクターだね。個人的にあのうたちゃんのカードがすごい良かったな、それマジで嬉しい。1枚は入ってんのかね、なんか入ってそうだよね、じゃないとなんかね、今回のこれ入場者特典としてもらった甲斐がない感じが、なんか色が違う、え嘘、これほらワンピース、それ普通のカードの色で、ああ本当だね。ドンカードはちなみにどんな色、ドンカードは緑、あ緑なんだ。ちょっとね、あの普通のそのカードデッキっていうかカードゲームの市販のやつを実は1枚も1パックも変えてなくて、いろんなとこ行ってるんですけど、どこもね基本売り切れで入手できてないんで、まあ入手できたらね開封動画撮りたいなとかって思ってるんですけど、まあちょっと今回はあの劇場版ののみ入手できたんで、あのちょっと動画撮りましたということでね、今回はこんな感じでした。まだね始まったばっかり、昨日からかな、あの始まったばっかりで、ごめんなさい、動画をいつ出すかによってはちょっと昨日とか言っちゃうとタイミングがずれちゃうんですけど、まあねぜひご興味のある方は劇場に問い合わせてもらって、まだあるようならね、あのぜひ入手してもらえたらななんて思います。ということで今回はこれでね動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。